中山町は愛媛県の中予地方にあった町である。2005年4月1日に伊予市二見町と合併して伊予市の一部となり地方自治体としては消滅した。ただし、新市になっても地域名としての中山町は残存している。具体的には住所表記において旧表記伊予郡中山町大技が新表記では伊予市中山町と中山町が 地域名に付されることとなった。愛媛県中部の山間、松山市中心部から国道56号の犬、宿木峠を越えて約 27km 南下した地点にある。大須市中心部からも約 27km とほぼ中間に位置する。肘川の上流の一つである中、山川流域にほぼ相当する。地域としては愛媛県中予地域に含まれるが、推計としては ひ川水系に属する。他の町村と隔てる山は高いところで標高が約800メートルある。役場のある伊豆淵という集落に、各種公共施設や商店街、JR 駅、JA、高等学校があり、中心集落となっている。その他、山の中原に、長き、猿谷、栗田、野中等の集落が存在している。気候は、盆地の影響により、 松山市より若干気温が低い。明治以降中山町発足戦後中山町、朝鮮洋蘭等から抜粋の林業が主体である。三大栗として知られる中山栗の生産で知られる、ほか、梅、畜産等が営まれている。このほか、プラスチック製品製造、食品加工業、機械部品製造等がある。松山自動車道開通で経由するバス便が激減した。 松山方面からは、伊予鉄バス八幡浜、三崎行きの一般道経由の1日用往復のみ、高速道路一般国道剣道。ありがとうございます。